ハローイチということで、今日筋肉をつける方法っていうなんかビデオを撮ったんですけど、その筋肉をつける方法の筋肉がつかない人の特徴を、喋った方がね、しっくりくるかなと。で、その筋肉がつかない人の特徴を意識して筋トレとか普段の生活すれば、筋肉がつくんで、筋肉つけたい人はこのビデオをちゃんと 見て私の言うことを聞いてください。そうすると筋肉、タバコ吸っても筋肉つきますから。で、ちなみに私は完全ナチュラルで筋トレしてます。で、筋トレあんましないんですけど、唯一好きな筋トレはベンチプレスで、ベンチプレスは130キロぐらいはマックス上げてました。今はあんまジョギングしかしてないんでそんな上がんない。多分上がっても100キロぐらいだと思う。でもジョギングだけで100キロ要は上がるわけね、すごいでしょ。もちろんベンチプレスコツとかもいろいろあるから、それもね、今度おいおいビデオ作ろうかなと思いますけど、それでまず筋肉がつかない人の特徴1、不健康もうそれに尽きるよね。不健康の人は筋肉つかない。で、もっと詳しく言います。じゃあ不健康で、次ナンバー2、睡眠不足とか寝すぎとか生活習慣がぐちゃぐちゃ、これが筋肉つかない人の特徴ナンバー2。まずは健康的な生活しましょうってところから。ちゃんと夜は、年齢とかにもよりますけど、大体ね、おじさんだったら6時間は寝て、若かったら8時間は寝た方がいいですよ。そう。だから不健康な人ね、睡眠を取らない人ナンバー2で、ナンバー3、食事もジャンクフードみたいなのばっかり食べてたらつかないです、筋肉は。たまに食べるのは全然いいですよね。毎日ジャンクフード食ってたら筋肉つかない。はい、4。メンタルが不安定。メンタルが不安定な人は筋肉つきません。やっぱり、正しい健康的なメンタルがあって、やっと筋肉がつく。だから、自分のメンタルヘルスを、メンタルの健康を意識してください。で、これさっきも言ったんですけど、要は、怒ってばっかりとかいるとね、コルチゾールっていうホルモンが体から出て、で、ストレスを下げるために、体の細胞を、コルチゾールが、壊すんですよ。いろんな細胞、脳だとか筋肉だとかいろんなものを。だから4はストレスが溜まってる人って言えばいいのかな。だからストレスは溜めないこと。ストレスがあると筋肉はつきません。なんでかっていうと、コルチゾールが出て体の細胞を壊すからです。簡単に言うと、今日も表面的な話だけしかしません。いっぱいあるんで、でもそんなもんかな、正直。で、そんぐらいを意識する。で、一番大事なのは4番目に言った、なんといってもメンタルヘルス、が大事。で、健康な心があると、まずコルチゾールがあまり出ないんで、筋肉が壊れなくなりますよと。だから筋肉がちゃんと維持できたりとか、筋肉がつきやすい体になります。で、もう一つは、心が健康だと、おそらくだけ、これはもう感覚的な話ですけど、男の人だとテストステロンがよく出る。男性ホルモン、要は。で、男性ホルモンっていうのは、要はその筋肉をつけるために、すごい大事なホルモンらしい。だから活力がね、みなぎってる人とか、そういう人は筋肉がつく。逆に、ストレス溜まって活力がない人は、男性ホルモンも出ないから、筋肉がつきません。それだけよ。だから、この辺意識すればいい。で、
あ、5個目もある。5つ目あのインフルエンサーを信じ込んでる人、この人たちもなかなか筋肉つきません。まあね、つくっちゃつくけど、まあつかないよね。というか不健康になるから。で、何かっていうとね、インフルエンサーの人たちを別に否定するわけではないんですけど、あの要はあの人たちインフルエンサーっていうくらいだから、要はビジネスなわけ、うん、だから要はあの人たち物を売るためにああいうことをやってるのね。で、それを信じて、あの別に買うのはいいですけど、買ったところで筋肉つきませんよっていう話、うん、そう。で、じゃあ何を信じればいいのかっていうと、まあ、さっきの動画でも言ったけども、あの自分を信じる、うん、で、自分の体とよく相談する、筋トレするときは。で、今日は疲れてるなっていうときはしっかり休む、うん、で、睡眠も、あ、今日もう少し長く寝たいなってときはしっかり睡眠取る、8時間とか、うん、で、そうやって自分の体とちゃんと相談できる人が筋肉をつく。だから、6つ目、自分の体と相談できない人、その人たちは筋肉つきませんね。だって、そりゃそうでしょ。自分の筋肉つけたいのに、人のこと聞いて、自分の体のこと聞かないで、筋トレしても筋肉つかないですよ。うん、ね、普通に考えて、うん。別にね、インフルエンサー、僕もいっぱい見えるんで、別にそういう人たちを否定するわけじゃないですけど、ね、本当に筋肉つけたかったら、まあ、インフルエンサーの話も聞くのもいいですけど、やっぱり自分の体とよく相談して筋トレする。で、7つ目、筋肉つかない人、体力がない体力がつけることが大事、うん、そう。やっぱりね、筋トレって長くやるとつくわけ、筋肉が。一生懸命 何回もで、100回とか200回とか、横川選手とかやってるでしょ、100回200回普通に、なんかよくわかんないこと、うん、そんぐらいのやっぱ体力がないとダメで、そんぐらいの体力をつけるためにはやっぱり心が健康じゃないと、そんなに体力が、というかね、元気出てこないわけ、うん、だからあの人たちはすごいね、自分のそういうメンタルヘルスとかもよくケアしてると思うんですよ、私は。で、自分もだから一時期そのインフルエンサーの言うことを信じてね、プロテイン買ったりだとかサプリ買ったりだとかしてたんですけど、やっぱつかなかったわけ、うん、で、今なんかもうムキムキなわけ、筋肉見せるかな、ほら、うん、ね、だからだからね、まあそういうのもやってみるのも面白いからいいです。僕もそれ やりましたからね、うん、そう。でもだから筋肉がつかない人っていうのは、要はあの勉強不足なわけだから、7つ目、あの勉強しましょう、うん、人間の体についてよく勉強しない人は筋肉つきませんね、うん、しっかりあのね、筋肉強いで解剖学の本とか見たりとか、 YouTube にも解剖学説明してる人いるんで、そういう人たちの動画見たりとかして、しっかり人の体って何なのかっていうのを勉強すること、で、人のホルモンとかってどういう風に人間体に作用するのかっていうのもよく勉強すること、うん、そういう勉強しない人はやっぱり筋肉つかないですよ、ね、で、私はそれ全部勉強した。だから、ジョギングだけで、ほぼジョギングだけで筋肉がムキムキになりました。はい、以上。いってらっしゃい。